ナルソフトスクリプテブルインストールシステムはスクリプト駆動型の Windows 用インストールシステム。w i n p の開発元であるナルソフトがオリジナルを開発した。インストールシルドのような商用プロプライエタリ製品の代替として広く採用されるようになってきている。Nchis はいくつかのフリーソフトウェアライセンスでリリースされており、主なライセンスとしてザリーブライセンスを採用している。 したがって、フリーソフトウェアである。ムシスは、w i n u p の配布のために開発された。ナルソフトが以前に開発したピンプをベースにしており、スパーピンプと呼ばれることもある。バージョン2.00以降、ソースフォージにプロジェクトを移行し、ナルソフト以外の開発者がプロジェクトに普通に関与できるようになった。ムシス二2.0が実際にリリースされたのはそれから約2年後である。 ムシスバージョン1はいろんな意味で Windows インストーラーに似通っていたがスクリプトが書きやすくより多数の圧縮フォーマットをサポートしていたムシスバージョン2は効率的な GUI でルズマ圧縮各種言語使いやすいプラグインシステムをサポートしているバージョン2.01では初めてパズウィックスプラットフォームでのコンパイルが可能になったこれにより ワインなどを使わなくとも、Linux や FreeBoost で Windows 用インストーラのクロスコンパイルが可能となっている。今のところ、X86 だけをサポートしている。u n s y s コンパイラプログラム m a c k e n i は、次の例のようなスクリプトをコンパイルしインストーラの実行ファイルを作成する。スクリプトの各項には一つのコマンドが書かれている。スクリプト例。NameEXAMPLE1。 ウッドファイルエグザンプル1エグゼインスタウルダードルプログラムファイルズエグザンプル1ページディレクトリページインスタファイルズセクションセウトパスドルインスタダーファイルマッケンシスエグゼセクションエンドバージョン2.0で新たにモダン UI と呼ばれる GUI を導入した無意はウィザード風インターフェースを持っているウェルカムページ完了ページ 言語選択ダイアログ、コンポーネントの説明エリア、従来よりも幅広いカスタマイズオプションなどをサポートしている。モダン UI のスクリプト例、インクルードムイ、NSH、ネームイグザンプルに、ウトファイルイグザンプルに、エグゼ、インサートマクロムイページウェルカム、インサートマクロムイページライセンスライセンス RTF、インサートマクロムイページディレクトリ、 インサートマクロムイページコンナンツ。インサートマクロムイページインスタファイルズ。インサートマクロムイページフィニッシュ。インサートマクロムイランゲージイングリッシュ。インサートマクロムイランゲージジャーマン。インサートマクロムイランゲージフレンチ。セクションエクストラクトマッケンシス。セウトパスドルインスタダー。ファイルマッケンシスエゴゼ。セクシャネンド。ウンシスはインストーラとやり取りできる。 プラグインで拡張可能である。プラグインは C 言語、C、Delphi で書くことができ、インストール時の隠しタスクを実行したり、インストーラのインターフェースを拡張したりする。プラグインは M シ s のスクリプトから一行で呼び出すことができる。M シスパッケージにはいくつかのプラグインも含まれており、スプラッシュスクリーンの表示、特別なページの表示、背景に画像を表示する。 ウェブサイトからのファイルのダウンロード、何らかの計算を行うもの、ファイルへのパッチ適用などのプラグインがある。その他のプラグインは、オンラインで入手可能で、Zipdoll や Python のプラグインなどがある。MCS プロジェクトは、テキストファイルの編集だけで構成できるが、いくつかのサードパーティー製編集ソフトウェアもある。モダン UI を拡張、置換する、新たなインターフェースを開発する。 プロジェクト群が始まっている。エクスペリアンスやウルトラマドレインといったインターフェースは、インスタウルシールド風の見た目を採用している。インスタウルスプイダーは見た目をより簡潔にしているが、機能的にはモダン、UI と同等である。生成したインストーラは一つのポータブルエクセクタブルとなり、インストール対象ファイル群はそのインストーラにアーカイブされている。スインストーラ自体はキロバイトの、 オーバーヘッドであり、スクリプトは実行ファイルのコードにコンパイルされている。スクリプトがコンパイルされるため、インストーラから元のスクリプトを簡単に取り出すことはできず、リバースエンジニアリングが必要になる。アーカイブされたインストール対象ファイル群を取り出す場合は、セブンジップ、トータルコマンダーのプラグインインスタウリックスプロアラー、FAR マネージャー用の同名の前身が使える。 可能性がある。アーカイブには以下のようなフォルダがある。ムシスの公式リリースではユニコードをサポートしていないが、ジムパークがユニコードサポート版ムシスを開発、保守している。ムシスメディアというマルウェア企業が広く知られている。ムシスメディアとムシスは名前が似ているだけで全く無関係である。このため、ムシスを使ったインストーラには必ずマルウェアが 含まれていると思っている人もいる。インストーラーが何であれ、インターネットからのダウンロードには常に注意が必要である。一部のアンチウイルスソフトでは、ムシスドルなどのプラグインをトロイの木馬として認識することもあった。これも間違いである。ムシスはスクリプトシステムなのでマルウェアの開発にも使えるが、それがんしすの目的ではないし、そういう観点では、 対外のプログラミング言語にも同じことが言える。ありがとうございます。